ったやつとはよく似てる。なるほど、こいつが草原の女王ね。水に浸かった枯れ山水は虚の姿、まさかの食べり尽くした。枯れ山水が本来の姿を取り戻したことまで。わかった、じゃああとはこいつをぶっ倒せばいいんだね。手加減はしない。ケイ、
虫型ボスよりも強かったわね。まあ王たちやクロムディザスターよりは全然マシなレベルだけど。そうですね。でも、そう考えるとあいつらってどういう存在なんですかね。そうね、少なくとも ALO にもともといたタイプのボスじゃないわね。王たちのコーストやクロムディザスターの後ろにバビルがいるのは確実なのです。うん、でもさっきのボスはどちらかというとクエストの一部として存在している感じがしたんだよね。あ、これも適合の一種だとしたら。え？シノン、俺もそれについて考えていたんだ。前にバベルとは別の意志が今回の事態に関わってるんじゃないかって話をしただろう。何も複雑なことじゃなかったんだ。バベルの引き起こしたことがカーディナルの自動処理、つまり晴れ行きたちの言う適合によって新たなクエストとして出現している、そういうことじゃないかと俺は思う。確かにそう考えると辻褄が合うわね。ウィンウィン、話は理解できてる？
皆さんの話はいつも難しいけど、ちゃんとついてくるのよ。もう、私なら大丈夫です。風姉こそ理解しているのですか？あらあら、私は全然平気よ。なら、キリトさんの言った言葉を50文字以内で簡潔にまとめるのです。そうそう、草原の女王を倒したから、きっとあの神殿に変化が起きてるはずです。さあ、皆さん行きましょう。ごまかしたのです。する団長、なんだかドキドキしますね。